にちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。お疲れ様でした。日本テレビスッキリです。声変わりが始まってんで、ちょっとセリフが言いにくいっていうのもあるんですけど、歌舞伎のこうセリフを言うのはガゲグゲゴっていうのが、あのガってこうなんかはっきり言わないで、なって言うんですよね。微濁音。はい。はい、そういうがっていうとなんかちょっと汚く聞こえちゃうんで、はい、うん、基本的なところ言い方は気をつけてます。に変わったなっていう実感がありますか？まあその数年前、もう声変わり真っ只中の、時よりかは落ち着いた感じはしますけど、あの声変わりが終わってすぐなので、あの音域も狭いですし、まだ声が安定してないので、その声の出し方っていうのは一番課題だなと思っているので、まあまだ本当に高い声が出しにくいので、今はこうどんどん安定している期間なのかなっていうのは思いますけど。ボンとボン吉のうちの中に2人の専用の劇場を作って、そこでこの2人にお芝居をやらせるのが好きです。こっちがボンでこっちがボン吉です。ボンは妹が担当する感じで、こう舞台をこう作って、こう動かして、基本的には自分で一から台本を作って、はい、新しいお芝居をやってます。ほとんどがこうパソコンで台本を作って、それでそれを印刷して、それを覚えてやってるので。取材した時はその演劇は今もたまにやったりをするんですか？今はもう全然やってないですね。もうちっちゃい頃やってたっていう感じで、はい、そうですね。ぬいぐるみ自体はまだ、はもう今も可愛がってますけど、はい。もう今何年ぐらいになるんですかね。なんでもう10年以上はボン吉はいますね。でボンも多分多分ボン吉の1年後とか2年後とか、だと思うんで10年近くはいますけどね。演劇のお部屋に飾ったりとかって感じですか？飾るというか、もう一緒にいるというか、飾るっていう感じもないですよ。家族なんで、はい、一緒にいますね。なんか最近SNS とかでもワンちゃんを飼われたという話でしたけど、はい、犬種ラブラドールレトリバーで、はい、お名前とかは？名前ニッキーっていうんですけど、この子も一応ラブラドールなんで、なんかラブラドールがちっちゃい頃から好きだったんで、そうです。自分がラブラドールがいいって言って買いました。いろんな候補はありましたか、その名前付ける上で？候補なんだったかな。割とスッと自分がニッキーって言ったら、意外と母
母とか妹が割といいじゃんみたいな感じになったんで、割とスッと決まった感じはありました、はい、名木仙台萩っていう作品に出てくる、まあ、悪役なんですけど、すっごい悪い人なんですけど、でまあうちにすごくご縁のある役なんで、はい、そこから撮って、自分もすごい好きな役なんで、はい、今2017年から3年ほど経ちましたけれども、いかがですか、その他に心配事っていろいろありますか？心配事はもう勉強ですね、はい、もう本当に頭が悪いので、本当にもう、はい、笑えないぐらい頭が悪いので、もう本当に一番心配事はもう一番勉強はもう変わってないですね、まあ、歌舞伎は好きだからいいんですけど、でも好きなことだけやってるんじゃダメだと思う、嫌いでもできるようになりたいっていう感じ、はい、まあ自分はまあその頃は8代目なので、まあ、自分の前に7人その頃がいたわけですけど、超えたいとは思ってなくて、超えれないと思うので、うん、何か一つでもこう今までのその後治ってきた人たちと何か一つでもなんか違うことをしたいというか、違うことができたっていうなんか実感が湧くのはもう何十年後だと思うので、もうそれは、うん、すぐにという感じじゃないですけど、歌舞伎の舞台はもちろんですけど、歌舞伎の舞台をやった上でなんか違うこともできたらいいなっていうのは